来ないでって、来ないでって、来ないでって言ってんじゃねえか、おい。ほい、ということで、今回も続きからやっていきたいと思います。んー、じゃあ、お、また、姉子か。へいへい。全然違う。へい。ったく、あたしとしたことが、無駄な話をしすぎちまったよ。さあ、早いとこ魔物の親玉を倒す最強の兵器を完成させようじゃないか。ラライは最強の兵器の素材になるマシンパーツまでは完成させることができた。だけど結局は最強の兵器を作り出すことはできなかったんだ。そこでだ。ビルダーとしてのあんたの出番ってことになる。さあ、いよいよだよアイナ。ラライの発明したマシンパーツを使って溶岩魔人と氷河魔人を倒す最強の兵器をあんたが作り出すんだ。形も名前も全部あんたに任せる。さあ、頼んだよアユナ。お、考えよる。コンパスに目的地が表示された。お、なになに。超激突マシンをひらめいた。すごいスピードで動く自動車。自動車乗るととても速く移動できる。何度でも使える。マジで今回乗り物に乗る感じ。てか超激突マシンってダサくね。え、てか場所は。いよいよだねアユナ。あとはあんたが魔物の親玉を倒す最強の兵器を作ってくれれば、マイラとガライアは魔物たちから取り戻すも同然だ。最強の兵器に必要な素材の一つ、カラクリパーツは赤い扉の先。魔物が住み着く宮殿の中にあるらしい。宮殿の魔物はきっと強力だよ。アジトの連中に声をかけて一緒に行くといい。さあアイナ、素材を集めて早いとこ最強の兵器を完成させておくれ。最強の兵器っていうのが自動車なんかな。アユナ、私は信じてるわ。あんたと姉が組めば、すごい兵器ができるって。さあ、魔物との戦いも、いよいよ大詰めね。果たしてよければ、いつでも手を貸すわよ。どうなの、アユナ。私の力が必要かしら。必要。ふふ、そう言ってくれて嬉しいわ。さあ、アユナ、一緒にお出かけしましょう。姉子、本を踏んづけてはいけない。さあ、あとの二人も、行こう。アユナ、お前には頼ってばかりですまねえが、姉子のこと、よろしく頼むな。さあ、もうここまで来たんだ。俺だってやるときやるぜ。どうだ、素材集め、魔物退治に俺の力が必要か。必要。ただ、途中で頭が痛くなるかもしれねえ。遠くには行き過ぎないようにしようぜ。了解、了解。って言っても遠くまで行くけどね。ああ、違う、ギエラじゃないよ。ベイパーに話しかけたかったの。マイラとガライアの地には、たくさんの強力な魔物たちが住んでおる。噂では、4体の巨大な魔物がおり、倒せば魔物が作った家具が手に入るという。溶岩魔人とは関係がないが、お主が行くなら共に挑んでみたいものだ。と、そんな話はともかく。どうだ、アユナ、わしの力が必要か？必要。うん。最近の魔物は手強いが、力を合わせれば必ずなんとかなるであろう。4体の巨大な魔物っていうのは、あれかな？ギガンテスのことかな。今んとことりあえず2体倒したけど、赤、これか。旅立つ。確かになんか家具ではないけど、柱とかいろいろ手に入ったよね。あっちの方向、柱も家具になるんかな。あとなんか旗も手に入れた。竜の旗やったっけ、魔人の旗やったっけ、なんかそんな感じの名前。とりあえず斜めの方向にずっと、よいしょ。なるべく山には登らず回っていこうと思う。ん、あっちの方向から行けばいいかな。なんせねー、この筋肉さんたちがちょっとついてこれなくなってしまうので、あ、この間を抜けていけばいいのね。前もこの辺通ったね、なんか。おいでおいで、みんな。ん？ほんで、なんだ？どこへ向かってるんだ、これは。あ、あっちの方向か。ちょっと待って、こっちから。でも、マシンパーツまでは作れたんや。物を作る能力がないって言うけど、ん？こっち海だぞ。この山はさすがに越えんといかんっていうことかな。あ、でも山を越える必要はないんか。こっちの方に。この辺からさささっと登っていけるんじゃない？ほらほらほら、いけたいけた。みんなおいでー。
んで？海を渡るの？あ、なんかここに建物見えとるね。あれってことかな？ぽいよね、ぽいよね。これ陸続きで行ける？ちゃんと。みんな、あ、ちゃんとおるね。向こうからぐるっと回っていけるんかな？みんなちゃんとついてきてね。なんかしょっちゅうさ、コメント欄で遠足みたいとかね、引率の先生みたいってコメントしてくださる方がおるけど、でもね、ほんと頻繁に振り向かんかったらさ、なんか気がついたらみんなおらんかったりとかするけんね、焦る。こっちからぐるーっとぐるーっと、あ、あっこから越えていける？ん？いけるのか、あれ。なんか私間違えました？まあ大丈夫か。ん、でも結局山を越えなければいけないのかな。こっち、よいしょ。ん、いけるか。あ、あれじゃない？ほらほらほら、なんかすごいね、いい景色だ。あ、バリケードめっちゃいっぱいある。うー、びっくりした。ん？でも別にこの辺はイベントごとなわけではない。ちょっと待ってね。あ、待って待って待って、武器を光の剣に変えておこう。ウェイ、危ねえ。はぁ、いやー、いや、できてないし、吹っ飛ばされたし何をやってんだ。なんかもうごちゃごちゃして見えないよ。お、やっぱりね、普段から筋肉を鍛えているだけあって、みんな力は結構強いんだよね。ほら、私の出る幕がほぼなかったじゃないか。じゃあ向かうよー。ん？上になんか現れた。うお、びっくりした。4体に増えた。増えたよー。さあ、いやー。あー、やめてやめてやめて。囲まないで。あ、やばい。おいし。なんか結構遠くまで飛んできて切るよね、こいつら。うおー、恐ろしいよー。お、そっちの一体やっつけた。よ、お、なに、誰、なに、うい。マジか。弓で攻撃してくるの。やめてよー。あ、もう全部やっつけた？やった。強っ。強ーい。んで、ここ、ここ抜けて、どこ？こ、あ、これだ。あれもなんだ？どっかから続いていけるのかな？とりあえずこっちの方走ってって、まあ、ぐるっとこの山を回ってみようか。もしかしたらなんか行けるところがあるかもしれない。あ、あっこあるやん。あ、ここや、ここ、ここ。ここを越えていくんだな。うわ、なんかいっぱいおるけど。なんかいっぱいいますけど。あ、ほら、なんか、ここは倒産。ちょ、待って、ちょ、待って、ちょ、待って。追いかけないで、追いかけないで。私ちょっと、大砲を取り出したいんだ。ひえー、来ないでって。来ないでって。来ないでって言ってんじゃねえか、おい。ちょっと待って。大砲、大砲。魔法の大砲。ちょっと通りますよー。あ、びっくりした。は、てや。怖い、怖い、怖い、怖い。いや、待ってー。恐ろしいよー。はー。あ、ちょ。ふざけんなし。へい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 。ん？誰か死んでない？誰か倒れてるよ。誰あれ？ヒエラ？畜生、ガロンか。ちょ、待って、復活して復活して。でもみんな思うんやけどさ、あの、拠点の周りでは、戦っても、戦って死んだ時にさ、全然復活してくれんのに、こういう場所ではすぐに復活するよね。なぜなんだろうか。いやてか暗くなってきたんだが。おし、さ、これも回収しておこう。え、回収しておこうじゃねえわ、壊せてねー。ちょっとこの近くで、じゃあ、はい、おーし、参るよ。んで、ここ通ってどこっすか。まだあっちの方だね。え、まだ結構かかります？もしや。もしや。これ水の中いけるんかな？あ、でも草とか生えとるけん、まあいけるんか。
あ、この建物か。多分、あ、ここもなんか入り口が閉ざされている。え、なになになに、魔物の群れが現れたとか出てるけど。ちょ、待って。はい、ドーン。どう？あ、開いた開いた。どのモンスター？あ、中にいっぱいおる。こいつらや。ちょっと待って、囲まないで。あ、ちょっと待って、体力。はい、薬草。ちょっと待ってね。は。いや、いいや、もう剣で戦ってやる。はぁ、剣じゃない、これ。全然剣じゃない。ちょっと待って。剣は？光の剣。いやー、え、ごめんね。誰？ガロンだ。ガロンだ。ちょっと待って、振り回してた方がいい、もしや。ちょっと、そのレーザービームやめようよ。その、ちょっと時間差攻撃よろしくないよ。はい。ほら。え、なに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 、なんか鳴った今。はこいつが親玉ってことでしょ、ここの。ちょっとやめてって。はもうこうやって連続で切った方が絶対いい。はい。イエーイ。イエーイ。あ、ここに宝箱。見えてなかった。はい。ん？開かなくね？え、まだモンスター5体おるやん。どこ？ 5 体じゃないわ。あと3体。どこ？え、おらんのやけど。あ、この階段の上とかもしかして。いや、登れませんけど。あ、でもあの上おるね。おるってことは、ちょっと待ってね。じゃ、これで。なになになに？はいはい。上に何かしらおるっぽい。あ、これや。ほーら、おった。はいはい、当たらない。え、あと3体おるんやろ。どういうこと、こいつとどれ。お、やっつけた。やったね。えい。お、ここにも。うお、ちょっと待って。後ろから行かして。はいはい、前からはあんたらで。せや。お、すごいじゃん。私ら4人で1体ずつ仕留めてたら確実だよ。あとこれで、ラストだ。はぁ、あ。待って、私こっちからやるね。仕留める。確実に仕留める。はぁ、あ。え、なんだって。最後のとどめは私にやらせてよ。まあいいけどさ。はい、ってことで。どこ？階段。ここ？違うね。危ない危ない。どこ？こっちか。ここだ。じゃ、ここから降りて。はい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 。え、みんなすごい飛び降りたけど。大丈夫？はい、開く。ん？命の木の実。こっちは？お、アイナは宝箱を開けた。なんと、からくりパーツを見つけた。やった、からくりパーツゲット。これで。これで、あとは何？兵器を作ればよろしいってこと？なんか外にいっぱい落ちてんだけど。かき氷とか。じゃあこれで帰って作ればいいんかな。キメラの翼を使って拠点に帰ります。一応なんかまだクリアみたいなの出てないけんね。はい、ただいまー。ただいま帰りました。そしてあのなんか超激突マシンとかいうダサダサな名前のものを。ここかな。違う違う、いよいよだね、アイナ。あとはあんたが魔物の親玉を倒す最強の兵器を作ってくれれば、マイラとガライア、桃たちから取り戻すも同然だ。そうなんやけん、今からね、ちょっと使いたい、作りたいなと、思っているんだ。はい、作る。あ、これ、超激突マシン。マシンパーツ、魔法インゴット、マグマ電池。魔法インゴット、マグマ電池。魔法インゴット、あった。マシンパーツも作れんや。マシンパーツは何で作るの？マグマ電池。あ、マグマ電池。2回分ぐらい作っといた方がいいんかな。その2つに作る、使わんといかんのやろ。これで、じゃあマシンパーツを作ります。で、あ、できる！超激突マシン。ダッサい名前。でも強いんかな。超激突マシンを1個作った。お、これで。はい。
依頼達成。おお、アイナ、ついに最強の兵器が完成したんだね。ありがとうよ、アイナ。あいつの、ラライの発明を完成させてくれて。もしもラライが竜王の力を得て、この最強の兵器を完成させていたら、魔物たちはこの力を悪用して、世界は今以上の危機にさらされていただろう。ひょっとしたらあいつがいなかったことで、世界はちょっとだけマシだったのかもしれない。だけどね、アイナ、勘違いしないでおくれ。私は別に世界を守ろうと思ってあいつを殺したわけじゃない。私があいつを殺したのは、ただ、あいつを助けてやりたかったからさ。まあね、まともな人間に戻してあげたかったよね。ああ、しまった。私ともあろうものが、また湿っぽい話をしまった。こんな昔話より、あんたが作った最強の兵器を見せておくれよ。うん、いい感じだね。形もなかなか独創的じゃないか。しかも手に持つんじゃなく、乗り込んで魔物に体当たりするって？それまた斬新だね。それで、名前は何て言うんだい？おお、ここで説明してるのか。え？なんだって？超激突マシン。これはどういう反応？あんたって物を作る力はあっても、ネーミングセンスは全くないみたいだね。あ、やっぱりそっちの方向なんやね。まあ、名前はともかく、これで魔物の親玉をぶっ飛ばす準備ができたと、準備ができたわけだ。さあ、いよいよだよ、アイナ。そのマシンを引き下げて魔物の城に攻め込もう。魔物の城。ありがとね、アイナ。あんたにはいくら感謝してもしきれないよ。しきれないね。これで、ラライとの誤解も解ければいいのに。クエストコンプリート、命の木の実。おお、なんだなんだなんだ、びっくりした。コントローラーめっちゃ震えた。おお、なんだいなんだい、今の揺れは。これはまさか。おお、戦いのマークになったぞ。これはもしや、あれだな。今の揺れ。なんかちょっと、ボスの気配。はい、ということで、今回はこの辺で終わりたいと思います。今回も最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。もしかして、なんかいつもさ、3枚目の扉を置いてから早くない展開。そろそろちょっと終わりが見えてきた感じやね。